琉球ドラマナイト閑古鳥の泣く夜。ですね、今これ舞島、那覇の舞島で収録してるんですが、あ、はい、舞島にまつわる話をしようかなと思うんですけど、はい、ぜひぜひ。知り合いでね、うん、ライブハウスで働いてる人がいたんですよ、はい、で彼が住んでるアパートがちょうどこの近くだったんですね、うん、で夜中家帰るとね、よく線香の匂いがしてたらしいんですよ、うん、部屋の中で、はいはいはい、それである時、まあ、ライブハウス終わりに、うん、家帰ってビール飲もうと思って冷蔵庫開けたんですよ、うん、はい、そしたら体育座りをしている日本兵が冷蔵庫の中でブルブル震えながら彼の方を見てたんですよ。何と思ってバンって閉めて開けたら消えてたんですけど、それからね、ちょくちょく日本兵が出てくるようになったんですって、部屋の中に。おー、すごい。で彼は買ったばかりの自転車に乗ってたんですけど、はい、ある時いつも自転車1階の駐車場に止めて、うん、2階のアパートに戻るんですけど、うん、2階のアパートに戻ったら、はい、自転車が目の前に置いてあるんですよ。おお、あれと思って、うん、急いでまた1階に戻ってみたら、うん、置いてあるんですよ、また自転車が。おお、でそこに日本兵がまたがってたらしいんですよね。で日本兵がその自転車を出そうとするから、はいはい、おい、ちょって言ったら、ふって消えたらしいんですよ。ええー。でもなんか冗談みたいな話ですけど、ね、これ実際に見たら、いや、怖いっすよ。怖かったらしくて、で、それからもね、なんか冷凍のピザを出そうと思って、冷凍室あげたら、はいはいはい、血だらけの手がピザの上に乗ってたって言うんですよ。いや、怖いな。で、もう本当にビール飲もうと思って開けるたびに怖くて。いや、そうですよ。2、3回、本当に小さい日本兵がブルブル震えながら、見てるんですって、こうやって。え、小さい日本兵なんですか？なんか冷蔵庫に入るサイズですよ。ああ、なんか棚の中に乗っかってるじゃなくて、もう、冷蔵庫の中に丸々いる。そうそう、こう、膝を抱えて。それで、ある時、ライブハウスのオーナーに相談したら、はいはい、あ、それは舞島あたりは結構人死んでるから、うん、死を持ってきって言って、うんうん、死をもらったんですね、はいはい、でもらってそれを、うん、まあ、持って帰ったんだけど、うん、持って帰ったら濡れてぐちゃぐちゃになってて、お、もう使い物にならなくて、でその時にね、彼がやったのは、うん、ビール2本開けて、はいはいはい、僕はここの持ち主で丸々って言うんだけど、うん、あなたもね、うん、戦争で死んで大変だったでしょって、うん、なんか一緒に、なんか首切りドゥーシと酒飲むようにって言って、本当に仲いい友達と酒飲むように、うん、そこで話をしたら、うん、なんか泣けてきて、うん、それから出なくなったっていう話をね、ちょっと前に聞いて、本当にこの前島のそばだったんで、今思い出しました。今日はちょっと知り合いの話なんですが、お、はい、まあ那覇のアパートにね、うん、具志堅くんっていう知り合いが住んでた頃の話なんですけど、はいはい、まあ彼は303号室にいたんですよ。303、はい、はい、3階のね、うん、で30には空き部屋で、うん、まあ301には60代の男性が暮らしてたらしいんですけど、うん、まあ、横の30には空き部屋だったはずなんですけど、うん、まあ、その303に暮らしてから、横で物音がするらしいんですよ。うん、話し声とか、この、はいはいはい、なんか物がぶつかる音とかね。うん、で、ある時、午後10時ぐらいにテレビを見て食事してたら、うん、隣の壁がドン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 って大きな声で鳴ったんですよ。はいはいはい。で、その後に畳の上を歩く足音がこだまして、うん、外のね、鉄のドアが開いて閉まる音がしたんです。キーがシャーンって。うるせえと思って、あれ、うん、空き部屋に誰か入ったのかなと思って、うん、びっくりして見たら、うん、隣は真っ暗なんですよね。もう、はいはいはい。で、逆に301の人がそんな音立ててもこんな大きい音しないよなと思って。うん、ああ、はいはいはい。で、見てたんですけど、あ、じゃあ、もしかしたら下の階か、うん、と思ったんだけど、うん、下も静かなんですよ。うん、
で、まあおかしいなと思ってた時に、具志堅くんがなんか夢を見て、うん、グレイハウンドみたいな大きい大型犬、おあれが近くでもワン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 吠えてる夢なんですよ。おで、うわーと思って目が覚めたら、うん、隣の部屋から、大型犬の鳴き声がするの。うん、ガガーガガーって。おー明らかに壁の向こうで泣いてんですよね、はいはいはいうん。で、今度はちょっとベランダに出て隣の部屋を見たんですけど、やっぱり真っ暗なんですよ。で、声も聞こえない。はい。で、まあ、あんなに大きい音がするのは、ちょっと夢じゃない、なんかいるんじゃないと思って、うん、大家さんにあるとき、ちょっと話をしたんですね。うん、実はちょっと隣の302なんだけど、物音がして、うん、あもしかしたら不老者がね、住んでるかもしれないと、うん。はいはいはい。で、じゃあちょっと見に行きましょうっていうことで、うん、合鍵を使って、で、302の部屋にある時入ったらしいんです、二、うん、人で、うんうん。で、すると中からすっごい臭気が漂ってきたんです。うん、臭い匂いが、はいはい。で、部屋の中には誰も人がいた形跡なかったんですけど、うん、バスルームを覗いた途端、二人とも大声で悲鳴上げたんですよ、うん。で、バスタブのないシャワーだけの浴室の床に、うん半分ミイラ化した大型の犬が横たわってたんですよ。いや、もうあばら骨が丸見えで、もうどす黒い固まった血が周囲に広がってたと。で、もう一つ怖いのは、うん、シャワー室の壁面に、黄色い短冊に梵字のような言葉が書かれたお札が無数に貼られたそうなんですよ。おで、そこはね、もう、空き部屋となってから1年、半ぐらい経過してたんです、うん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 。で、空き部屋になった時にはちゃんと業者も入れて綺麗にしたから、はい、その後ですよね。誰かが入って何かしたのかもわからないですけども、うん。で、そんなことがあったから、うん、まあ、その大家さんがある時、ユタを呼んだんですよ。お払いしたいと。はいはい。気色悪いですよね、そんなに。そう、気色悪いですね。そしたらユタさんが怒って帰っちゃったんですよ。うん、いいどうしたんですかって聞いたら、うん払えないって、大家さんは一言言ったそうです。だから今も、那覇市にあるそのアパートの部屋は、払えてないそうです。その、お友達は未だ住んでいる。いや、もう引っ越しました。何なんですかね。まあ、払えないものもあるんですね。世の中には。はい。じゃあもうそれはその、今回は久々に、はい。そうですね。ちょっと怖い話を。怖い話を。まあ、うんうん、那覇にはお酒を飲む場所がね。はいはい。まあいっぱいあるんですけど、うん、まあ松山っていうところに、うんまあ、このラジオ松山で聞いてる方もいらっしゃるでしょうから、あまり詳しい話はするとなんですけど、うん、まあいっぱいある中で、うん、まあキャバレーというかね。はいはい。男性がお酒を飲む場所があるじゃないですか。うん、はい、ね。そこの場所ね。はい。まあ、回数まで言うとちょっとね、うん、あれですから。まあ、とりあえず、1回、2回じゃない、ちょっと上の方にあるキャバレーで、うんうんはい、まあ、知り合いのトーマさんって人がね、うん、お酒飲んでたんですよ。はい。んで、まあ、会社の関係の人とみんなお酒飲んでて、うん、なんかまあ、あんまり酔っ払う方ではないんですけど、うん、途中でもうほんと眠くなって寝てしまったんです、うん、ソファーでね、はいはい。周りではカラオケ歌ったりとか、うん、まあ、お姉ちゃんと会社の同僚がお酒飲んだりしてるわけですよ。うんうんうん、で、寝たんです、うんで。突然パッて目が覚めたんですけど、はいはい、金縛りなんですよ、はい。同僚とかが周りで動いてる、喋ってる、歌ってるのは見えるんだけど、うんうん、彼は動けない。はい。で、その時に目の前のピンク色の壁から、うん、日本兵がギューンって出てきたらしいんですよ。来ましたね。彼が言ってたのは、ターミネーター2で、相手の液体金属のロボットが、はい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 、ウニューってこうヘリコプターの窓突き破って出てくるみたいな感じで出てきたと。そっちの方ですね。そう。ターミネーターじゃなくて。そう。でも、動けないわけですよ、彼はこうね。はいはいはい。で、見てたら、うん、踊ってる、踊りながらこうカラオケ歌ってる同僚の首に巻きついて、顔をじーって見てるんですって。
で、首を振って、はいはいはい、今度こっちにいる、あの男の人に、また顔を見て首振るんですよ。で、不思議なことに、女性には手出さない。男ばっかりの顔を覗き込んで、はいはい、うわ、こっち来ると思っても体動けないわけですよ。覗かれてる人はもう全く無反応ですね。そう。そしたら、トーマさんの前に来て、うん、3人ぐらいの日本兵が、もうニューって感じで見て、うんうんうん、目が血走ってるのまではっきり見えたって。うわ、で、みんな手振って、うん、顔を振って、一、うん、人が小さい声で、うん、こいつじゃない。いやまた消えてったんですよ。で、そのまま、うん、音が聞こえなくなって、うんうん、すごい耳鳴りがしたと思ったら、バチーンって音がして、はいはいはい、目が覚めた、目が覚めたらやっぱりさっき見た風景と一緒で、うん、カラオケ歌っててお酒飲んでて、おで、一人ブルブル震えてるんですけど、周りの人全然分かってないんですよ。で、その、例えば、絡まれた人に聞いても別に何もなかった。寒気がしてもなくて。何もない。ところがね、自分の対角線上にいた、はい、まあ、従業員の女性ね、うんうんうん、だけが真剣に見てるんですよ、こっちを。おで、いきなりその女性が隣に座って、はいはいはい、大丈夫？なんか見たんじゃない？って。いや、実は今、悲しみがあって、日本兵が、って言ったら、うん、こう、そのトーマさんの唇に人差し指当てるんですって。お言わないで、みんな怖がるから、みんな見てるんだけど、怖いの？って。みんな見てんのかい？そこはもう二度と行かないって言って。なんかね、あるらしいんですよ、そういうのがね。怖いですね。今日はどんな会談を？かずきさん、まぶいわかしって聞いたことあります？まぶいわかし？はい。ああ、まあわかんないですね。これ、まあ標準語で言うと、魂の別れ。まぶいの別れ。おー、はいはい、はい。まあ、要するに、その、お葬式ですよね。これをまぶいわかしとか言うんですけど、人が死ぬと、まあ、四十九日、この、人の霊魂は地上に留まるという。はいはい、言いますね。で、このまぶいわかしの儀式をして、うん、要するに人をあの世、具象に送り出すわけですよ、ね。で、その時に、うん、あの、握り飯って、かずきさん作ったことあるでしょ？握り飯。ああ、はい、ありますね。あれは両手で握りますよね、うん、こうやってね。そうですね。普通両手か、まあ、茶碗をやったり、うん、手抜きしますけど、はいはいはい。両手ですね。実はこのまぶいわかしでも握り飯を備えるんですけど、うん、これは両手で握っちゃいけないんですよ。片手で握るんですね。これが死者のご飯なんです。片手で握れます？はい、あの。だから。どうするんですか？ここ。ぐにゃぐにゃぐにゃと。丸い感じになるのかな？まぶいわかし。これをまぶや飯、まぶや名って言うんですよ。はいはいはい。で、あの、ある人が、うん、まあ、小学生の頃、うん、もうかなり昔らしいんですけど、はいはい、まあ、今でもよくあるいじめですよね、うん。あの、ある人をいじめてみようということで、あの、運動会があった時に、はいはい、わざと、うん、あの、塩も何も入れないのがまぶやめなんですけど、それを片手で握って、うんうん、で、そいつに食わせたそうなんですよ、いっぱい。これ特製だからとか言ってね。そしたら、次の日、その生徒が休んだらしいんです、学校。食べさせられた方が。食べさせられた方が。うんうんうん、で、話聞くと、うん、なんかちょっと、なんか、周囲の物事がよくわからなくなるような、ぼーっとした状態。おー、はいはい。プルバルとかよく言いますけど、そんな感じになってしまって学校に来れないと。うん、で、すごい、その、まぶや名を握った人たちの間に話題になって、これはお前が片手で握った握り飯を冗談でいっぱい食べさせてからだ。はいはいはい。で、ある時その人が、うん、まあ握り飯を作った人がね、うんうん、家の近くのお墓の前を歩いてたら、うん、その片手で握った握り飯を食わせた、うん、おかしくなった本人が、はい、お墓の入り口に立ってて、名前呼ぶんですよ。トシオっていう。トシオはその人の名前なんですけど。トシオ？トシオって呼ぶんですよ。でびっくりして振り向いても、声は彼なんですよ。うん、で姿は見えたんだけど、2回目見たらいないんですよね。ほら。
で、もう背筋がゾーっとして家帰って、うん、で、ご飯食べてたら、うん、お母さんがなんかおかしくなって、あんたなんか悪いことしたんでしょ。で、いきなり片手で握り飯握って、これ食えって言わされた。そうなんです。で、後で聞いたらお母さんそれ覚えてない。そんなことするわけないって言われたんだけど、はいはい、本人は今でもそれがトラウマになって、うん、まあ相手の人は治ったらしいんですけど、しばらくしたらね。ああ、そうなんですか。うん、トラウマです。おにぎり飯は。絶対人の握った握り飯食べられないって言って。ああ、そうですか。片手で握ってるかもしれんし。ああ、そういうこと？コンビニのおにぎりを機械で握るから、うん、絶対たば、まぶい取られるって言って。今でもね、コンビニの握り飯買ってくるじゃないですか。はいはいはい。自分でもう一回握り直すんです。すごいな。そういう変な人が知り合いでいます。今日はね、知り合いの骨董屋さんが、まあ今閉めちゃったんですけど、うんうんうん、那覇の国際通りの裏でね、はい、お店やってたんですけど、うん、まあ、方おじいちゃんだったんですけど、うん、ちょっと聞いた話があって、はいはいはい、小さい頃、戦後すぐ間もない頃って、うん、もう那覇市ってもう、戦車とかの残骸と人骨不発弾がもうゴロゴロしてたらしいんですよね。ああ、そうなんだね。はいはいはい。で、その時に子供って遊ぶものがないから、うん、そこら辺にあるもので遊ぶじゃないですか。うん、ああ、そうね。子供としてはちょっと、まあ面白いって声があるけど、うん、あれでしょうね。で、当時通ってた小学校の裏に山があって、うん、すごいこんもり茂った山があって、うんはいはい、で、ある時、肝試ししようぜって話になって、うん、その、子供がいくつか、まあ、10人ぐらい集まって、うん、で、一人のね、年長が、頭蓋骨を持ってきたんですよ、人間の。で、これを、順番に山の上に置いていって、一人が置いて帰ると。うん、そしたら次のものは、それを取ってくると、うん。それを繰り返そうぜって、夜中に。肝試し的なね。そうそう。はいはいはい。で、真夜中に、うん、懐中電灯ない時代ですから、ろうそく持って、山の上登ったんですよ。うん、骸骨持って。ああ、それだけで怖いですけどね。ろうそくに映る骸骨。もう。で、わーって置いてくるじゃないですか。はい、次の子がビビりながらまた登って、頭蓋骨取って、また戻ってくるんですよ。うん、それを延々繰り返してたと。そんな遊びしかなかったって言ってましたけど、そしたら、まあ、その当時の家ってね、うん、まあ、今の余儀十字路ありますやん、はいはい、ね、うん、ありますやんって、あそこにあって、はいはい、まあ、昔はあそこバラックの長い小屋みたいなのがダーって立ってたらしいんですよ。ああ、どうね。で、木造のね、うん、家帰るじゃないですか。うん、家帰ってある時、その、骨董屋さんが子供の頃に目が覚めたんですよ、中に。うん、なんかがね、うん、上から、ボーンと追ってきて、お腹の上の重いんですよ。はいはいはい。うわーと思って、見たら、ここに頭蓋骨が乗ってて、で、天井裏から、カラン、カラカラカラン、カラカラカランってまた音がしてきて、見たら、両親のとこにも頭蓋骨が追ってきて、すごいな。穴とかないんですよ。はいはいはい。で、一家、悲鳴上げて、長屋から出て、すぐユタ呼んでお祓いしたっていう話をね、聞きましたけどね。すごいな。別に消えないでしょ。本当の頭蓋骨、どっから来たかわからない。わかんない。落ちてくるわ、怖。まあもうそこら中にいっぱいあったらしいですけどね。で今の市民会館のあたりに埋めたって。あ、埋めたんですね。ました。昔のね、はいはいはい、図書館とか市民会館とかですね。まあこういうのが本当にリアルにみんなね、持ってるということで。昔はあったんでしょうね。今週はですね、はい、実話怪談シリーズと、はい、お願いしますけど、ええ、今日はどんなお話？まあ、これも聞いた話なんですけど、うん、戦後すぐの話で、戦後すぐっていっぱいあるんですよね、はい、この話はね。まあ、まあ、ありそうですよね、戦後っていうのはね。那覇市のね、うん、まあ、某所、うん、で、まあ、昔も里木畑で、今はもう住宅地になってる場所があるんですけど、うん、そこにね、よく日本兵の人が座ってたらしいんですよ。四つ角
はい、はい、はい。そう、本当の日本兵？例じゃなくて。まあ、ここ微妙なんですけど。なるほどね。その、日本兵が座って、いつもね、道の、なんていうのかな、道から後ろ向きに座って、はい、はい、はい。ポキポキ、ポキポキなんか音を立てながらこうやってるんですよ。でみんな怖いから、はいはいはい、夕方出るらしいんですよ。4時ぐらい。4時、5時。まあでも、いろんな人が見てるんですね。うん、はいはい、日が暮れかかる頃に、一人の日本兵が座って出てくると。うんうんうん、で、ある子供がね、うん、今おじいちゃんですけど、うんうんうん、気になったんでしょうね、うん。一回顔見てやろうと思って、いつも向こう向いてるから、でゆっくり近づいて、見てたら、はい、うん、手元にあったサトウキビの枝をポキッ、うん、ポキッポキポキッって折って、うん、ただそれだけやってんですよ、ずっと。で、この人何してるんやろうと。まあ、当時、日本への格好をした人ってまだいっぱいいたらしいんです。まあまあ、戦後すぐですからね、いたんでしょうね。うん、何してんのかな、おじちゃんと思って、うん、顔を前に、こう、身を乗り出して、ふって覗いたんですね。うんそしたら血だらけで顎が砕けてて、目玉が飛び出してるような日本兵の人が、一生懸命サトウキビの枝を掘ってて、悲鳴上げて逃げたって言ってましたけど、でね、いや怖い、同じような話を裏添えでも聞いたんですよ。そうなんですね。あの、裏添えは、サトウキビ畑じゃなかったですけど、うん、裏添え城市ってあるじゃないですか。踊れ。はいはい、踊れね。あそこの石垣に、うん、なんかね、夜になったら日本兵の服を着た人が二人座って話するって言うんですよ。で、ある人が近くを歩いてる時に夜中、人玉が上がったんです。火玉。おー、はいはい。で、昔はその火玉が上がって落ちた家の人が死ぬみたいな飯があって。ああ、言ってましたね、これ。追いかけたんですって。うんうんうん、追いかけたら裏添い踊れの中入ってって、ちょうどその石垣のとこにヒュッと落ちたんですけど、その下に日本兵が二人いて、で、顔見たら骸骨で、喋ってたっていうね。怖いなぁ。今日はちょっと事故物件の話をしたいんですけど。来ました、まあね、事故物件ね。この話ね、事故物件ではないんです、厳密に言うと。ああ、はいはいはい。ある不動産屋さんの方から聞いたんですけど、うん、ある物件があってね、うん、築35年ぐらいの古いアパートなんですけど、はいはいはい、まあ、知る限り事故物件ではないんですよ。うん、はいはい、そこはね、うん、今までの方からもそういう話全くなかったですし、うん、あの、実際他の物件はなんかユタさんが来たりとか、うん、なんか物音がするとかね、うん、あるのもあるんですけど、そこは全くなかったんです。はいはいはい。で、ある夫婦が住んでて、うん、で、その夫婦が離婚して出て行かれたんです。うん、で、その後に、まあ、70か80ぐらいのおじいさんが一人で、引っ越してこられたんです、ね。はいはい。そしたら、2、3日か、まあ1週間した後に、おじいさんが店舗にやってきて、うん、で、彼を呼ぶんですよ。うん、あ、〇〇というところの〇〇さんですね、って言って、うん、物件の、うん。あ、そうだけど、あそこさ、うるさいわけよ、って言って、うん。何ですか、工事かなんか、近所の音ですかね、って言ったら、うん、台所からふつがするって言うんですよ。ふつ？ふつ？ふつって何ですかね、ふつだよ。ふつ。ふつ、ふつって言うから、沸騰しない、給湯器が壊れてるんですかね、って言ったら、うん、違うって言って、うんすごい、ふつ、ふつ、ふつって言うんですよ。で、後ろで話聞いてた、その、まあ、沖縄の方言に詳しい役員の方が来て、うんうんうん、ふつってもしかして、ふつだみとか、口のことですか？そうだよ、そうだよ、つって。要するに夜中に台所で、誰かが、シュワ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 、その声がすると。言うんですよ、うんうんうん。で、寝れないと。うん、あれはふつだから、私はあんなところ嫌だ。事故物件でしょって言われたから、うん、一応調べたら、全くない、普通のところで。うん、まあ、前に住んでた方は、その、離婚が元で出て行かれましたけど、うんうん、そういうのはないですよ。うんうんはいはいはい、でも、おじいさん結局それから3週間ぐらいして出てったんです。1ヶ月しか住まなかった。で、おかしいなと思って、まあ彼はまだ、もう大学卒業してすぐの時だったから、うん、ちょっと調べてみようと思って、
よく事故物件に、はいはい、お酒を置いておくと、味が変わってたり、減ったり、腐ったりすると。要するに、そこにいる幽霊が飲むからね。うんうんうん、やってみたんですよ。うん、一晩、お酒を置いて。うん、で次の日の行って飲んでみたら、うん、まあ全く美味しいお酒で、減ってもいないし、腐ってもいない。おいおいおい、あ、大丈夫だと思って、そのガラスのコップを床の上にまたポンって置いて、うん、他の部屋見に行った時に、背後でパリーンって音がしたんですよ。うん、で見たら触ってもいないのに、ガラスのコップが真っ二つで、泡盛がドハーって広がってて、その瞬間ゾッとしたんですけど、もっとゾッとしたのが、奥の部屋で誰かが、って、女性の声で咳をしたんですよ。で、わーっと思ってびっくりして見に行っても、誰もいないんですよね。で、すぐ出てって、ユタを呼んだらしいですけど、ユタを呼んだら、ここには別に何もいないよって言われて、要するに、そこで、仏を誰かが飛ばした。つまり、念を飛ばした、生き量を飛ばしたんですね。誰かに対して。おそらく、前に住んでた、離婚した夫婦だったと思うんですけど、はいはいはい、沖縄の俗信とかで、仏を飛ばす、こう悪口を言って念を飛ばすと、相手も倒れるけど、その場所も汚れると。ああ、なるほど、なるほど。書いてあったので、おそらくそこでは仏が、毎晩毎晩、奥さんでしょうね。ああ、なるほど。旦那さんに気を飛ばしたからわからないけど、あったという。ああ。それで事故物件になるのも沖縄あるんだなっていうのがね。すごいですね。単純に、ね、年で事故物件。そうなんですよ。生きるは怖いですよね。生きるは怖いですね。で、今日はちょっとまあ、軽くね、うんうん、その、乗ってる話を紹介したいんですけど。はいはい、呪いの話を。はい。あのね、ユタの方で、うなしろさんって人がちょっと知り合いでいるんですけど、はいはい、その方の家系ってユタなんですよ、みんな。うん、で、彼女は10代の頃に、変な夢を見て、うん、なんかね、ごま塩頭の短髪のおばさんが夢に現れて。ごま塩頭ね、おじさんじゃない、はい、おばさんなんですね。はいはい。で、あんたの家に行きたいのに、川を渡れないさ、と、うん。どうにかしてくれないかね、ってずーっと言うんですって。ほうほうほう。で、川の向こうから喋ってんですよね。で、なんかどっかで見た風景だなと思って、まだ10代そこそこだったんですけど、はい、与那城さんがその、家の近所、探したら、うんうん、あったんですよ。あ、川が。うん、全く同じ風景が。はいはいはい、はい。でもそこには橋があったんですよね。コンクリートでできた。はいはいはい。で、あれ、夢の中で橋なかったのにと思って、こう、付近を探してたら、うんうん、橋の下に小さい祠を見つけたんですよ。おー、はい。で、近くで見たいと思って、なんかね、小さい階段があったんですね。コンクリートの古い。あ、その近くに祠の。その、降りるところがあって、はいはい、川の下にね。はいはいはい。で、それを降りて、見たら、うんうん、まあ、日があったんですけど。で、またそのおばさんの声がしたんですよ。お、そこで捨てて。おその碑文が二つあってね。はいはいはい、はい。捨ててって。お、怖くなって。怖い怖い。で、もうすぐ階段上がって、はいはい、家に走って帰ったんですけど、うんうんうん、声がするんですよ、ずっと。捨てて。捨てて。声がついてくる。そう。うわー、怖い。で、すごい怖いから、うんうんうん、もう家に帰って、うん、もう本当にユタをやってたおばあちゃんがいて、うんうんうん、で、おばあちゃんその話をしたら、うん、あんた、谷中地がついてると。谷中地ってマジムーンというか、悪いもんですね。で、ゲーンって言いましてね、うん、3ってあるじゃないですか。あ、はい、3ね。すすきを、うんうん。あれをね、すすきの太い茎を3本、束ねて、こう3みたいにしたので、はいはいはい、まあ、柴刺しとも言いますけど、うんうん、それで、背中をね、血が出るまで叩かれて。あ、でもあるね、悪霊退散できないでね、バシバシやられる。そうなんですよ。で、結局ね、うん、その女性は、うん、亡くなった祖父、つまりおばあちゃんの旦那さんの、うんうん、には愛人がいたらしいんですよ。おー。で、その愛人もおじいちゃん死んだ後亡くなってて、はいはいはい。で、その愛人もまた呪の家系だったので、うちの家系にその、いっぱい呪いを飛ばしてると。
はいはい、でもしその碑文を捨ててたら、うん、あの、渡し河原って言って、三途の川ですね。はいはい、三途の川を渡って死者が戻ってきたらどういうことになったか、考えたことあるかって言われて、すごい怖い思いをしたというね。その碑文は関係あるんですか、その愛人さんと。それわからないです。昔からあるから。あ、でちょうどその上に橋があるんですよね。あ、なるほどね。まあ、そんな素敵な話が載ってます。はい。なかなかもう怖いですね。はい。そのずっと。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。